わー、皆さんこんにちは、あかりんことスターあかりです。今日は餃子を食べながら少しハイボールを飲みまして、皆さんのインスタで募集した愚痴とお悩みに答えていこうかなと思います。味の素の冷凍餃子黒胡椒ニンニクでございます。出演させていただいた番組でめちゃくちゃ美味しくて、その試食した時にまた食べたいと思って、発売したら絶対買いに行こうと思っててんけど、どこにも売ってないっていうのをね、ずっとねツイッターでつぶやいてたんですよ。そしたらなんと味の素さんが大量に送ってくださって、家にめちゃくちゃあるんですよ。なのでこれを食べていきたいと思います。セブンイレブンのレタスにジャパン海苔っていう韓国海苔ぶっかけた、美味しいね。これでちょっとチョレギサラダ風に。いただきます。うまい。すいません、乾杯。味の素の冷凍餃子ってマジすごいと思う。水も油もいらんねんで、並べるだけでできんねんで、すごない？美味しそうで、ニンニクガツンと黒胡椒もガツンとっていう感じなんですけど、めちゃくちゃ美味しいからおすすめ。ありがたい、また送ってください。ちょっとお行儀悪いですが、携帯触りながら答えさせていただきますね。アラサーだけどまだまだしたいことありすぎて、結婚したくないのに周りの結婚出産ラッシュで焦る。増えてきたよね。アベマのドラマの30までにとうるさくてっていうアラサー女子の悩みをね元にしたドラマがあるんですよ。で、私はそれを見てて、ほんまに思うねんけど、大学出て働いてとかなって23でしょ、やっとキャリア積んできたなって思った頃にもう周りが結婚出産ラッシュ、なんならもうちょっと遅いぐらいの感じになるじゃないですか。めちゃくちゃ難しくない？その人生の選択って。せっかく仕事うまくないってきた、出世したと思ったら35以上は高齢出産だからとかさ、残されてる時間少なって思いません？でも自分に正直にやった方がいいと思う。本当に今自分が何したいか、それは結婚とか子供欲しいとか思うけど、まだ今は仕事したいって思ってるし、結婚してもそんなに変わらないかもしれへんけど、スタイルは。子供できたらやっぱ子供をほったらかして仕事するわけにはいかんからさ、というのは仕事に制限をかけないといけないじゃないですか。だから本当にやりきってからでいいかなって私は思ってるんですけどね。どのタイミングやねんって思うな、マジで思うわ。焦ってさ、なんか無理に結婚とかしてさ、その後の人生さ狂うよりさ、ほんまに好きな人と出会って、この人と結婚したいと思った人と結婚して幸せな家庭に入った方がいいから。絶対に人間焦ったら空回りしかしひんから、自分に正直にいきましょう。産後の育児疲れた、可愛くて頑張れてるけど他の人のちょっとした一言で涙出る。お母さんはほんまに偉いと思う。私なんか周りも子供できたりとかして、なんかたまに子供連れてきて遊びに来てくれる友達とかおるけど、大変やなって思うもん。だからね、私の SNS とかでちょっとでも愚痴って楽になるんやったら、もういくらでも愚痴ってほしいし、育児が大変って愚痴ることは、わかんない、私はお母さんじゃないからあれやけど、悪いことじゃないと思う。そりゃ大変やもん。私なんて、まあ、自分の面倒見るのだけでも大変やのにさ、同い年ぐらいの人たちがやってるってことでしょ。ほんまに偉いと思う。毎日お疲れ様です。でもさ、愚痴ってさ、溜め込むよりちょっとこぼしたら楽になったりとかするやんか。だから私でよければいつでもね、あの DM とかでも何でもいいんで聞きますんで、いくらでも言うてください。もういいやって思ったから SNS も全部切ったのに、アカウント変えてまでストーリー監視してくんだ。めっちゃ好きやん。これがなんか元彼かなんかなんやったら、結局ちょっと好きやねんって。気持ち悪いな。後輩に指導しても響かないときどうしたらいい？毎日イライラしてる。難しいな。自分よりやっぱ経験が浅いからしょうがないなって思って許すしかないなって私は思ってやってきたかな。グループにいたときは、あ、もう何で伝わらへんのって思うこと正直いっぱいあったけど、でもやっぱ経験値の差って本当にでかいと思うんですよ。やっぱ人間経験が全て成長につながると思うから、悪いこともいいこともね。だからね、これはちょっと許してあげないとしょうがないなって思うから、根気強く伝えていかないとあかんし、まあ自分の伝え方が悪かったのかなとか思うこともあるけども、やっぱりいろんな子がいたからそれは伝わらないって時もあったし、結局なんかそれが結果として返ってくるのは本人だから、まあ、あとは本人次第やなって私は思う部分があったので、なんかこっちがイライラしなくていいと思う。プロポーズしてくれた彼が結婚指輪とか結婚式より先に戸建て購入ばっか考えてて腹立つ。家欲しいんやめっちゃなあ。家に夢があんねやろな。まあでも女の子側としてはそら先こっちやろって言ったりも。
周りに止められる恋は止めた方がいい。自分を信じたいけど折れそう。だからその恋の中身がわからないから絶対こうとは言わんけど、その彼のことを知ってる人が止めるんだったら絶対やめた方がいいし、私の経験上止められる恋してる人に幸せそうな人見たことない。本人たちがうまくいってたとしてもなんか友達は離れてってるし、しかもなんか結局周りが止めてるっていうのに引っかかってずっと自分の中でいいんかないいんかなって思いながら恋するの嫌じゃない。私がさっき結婚発表しました。泣いちゃう。明日から生きれない。悲しいと思うし、わかるよ、わかるんだけども、でもよく考えて、なんかこれ前誰かが言ってて確かにって私思ってんけど、私はねちょっと推しとかがいないから推しの結婚とか全然わかんないんですけど、まあ結婚したくないって人もいるやろうから、まあこれはちょっと別やけど、結婚したいのに我慢して我慢して結婚せずにおじいちゃんになっても一人だって考えたら結婚してほしくない？まあでも寂しいよな。みんなの言う彼氏みたいな好きな人が推しやったりするわけでしょ。失恋よな普通に。頑張って生きてくれ。急に自分の顔がこんなブスやったっけって思ってしまう時期がある。わかる。でもなんか気になったコンプレックスを私は全部メイクとかちょっと痩せるとかそういうので解消するようにしてんねんけど、でもそれがちょっと解消された時にまた自信になってなんか可愛くなった気持ちになるから、思ったらその分磨くようにしてるかな。赤リップ塗りたいのにマスクすぎて見せ場がない。 B アイドル見せびらかしたい。ほんまそれなのよ。私あのさ、やっぱツヤプルリップのプルプル感ってめちゃくちゃ可愛いと思うし、毎回色もめっちゃ可愛いの出してると思うんですよ自分でも。でもマスク生活はあのリップまあマスクにつくじゃないですか。もうさあ、はよ終わってくれよコロナって思うよな。プルプルのグロス塗りたいてって思わん。くだらないプライドって分かってるけど捨てれないのどうしたらいい。癖づけるのが大事ですよ。これプライド的に許さんけどうーんって思って捨てる練習をしていかないと大人にばなればなるほどこれは治らないです。しかも自分でくだらないって分かってんやったらマジで捨てた方がいい。私はどっちかっていうと NMB に入った当初マジでプライド高かった方だと思うし、ポジション抜かされるとかもうありえないぐらいムカついてたんですよ。なんでみたいな、私の方が踊れてるやんみたいなね感じだったんですけど、でもプライドがあればあるほど周りのいいとこを見れなくなって、本当は吸収した方がいいところとかも吸収できなかったりとか、スタッフさんとかが言ってくれるアドバイスとかも素直に聞き入れられないから、そこで成長が止まっちゃうんですよ。でもなんか変なプライド捨てて、あそれはそうですねって正しいと思うことは認めていった方が経験もより豊かになるし成長できると思うし、絶対に捨てた方がいい。ただ何でも聞き入れてブレるような人にはなってほしくないから、自分の軸だけは絶対にちゃんと持った方がいいと思うし、これは違うって絶対自分が思うことがあるんだったらそれは心の中で強く持っておくべきやと思う。高校の課題よ、習ってないことを出すなよ。わかる、あるよな、こんなん習ってないねんけどみたいな宿題。1ヶ月で3人もの人に裏切られました。さすがにもう人のこと信じられないです。わかる、私も一気に人に裏切られた時期あってんけどさ、マジで信じられへんくなるけど、人って結局根っこの部分変わらんやん。だから結局時が経てば人のことすぐ信用しちゃう自分に戻ってんねんな私。よくないんだけどね、そういう人はいらなかったんだって思った方がいいよ。あなた自身がすごい綺麗な心を持ってたら必然的に綺麗な心の人が寄ってくるから、なんでこんな傷つけられなあかんやろって思ったけど、その後に自分も悪いとこあったよなって、あの時あれに気づかなかったよなとか、あれを許してしまったよなとか、自分にも悪いことあったから、そういうとこを次から直していこうっていうのはすごく思った。ダメ男ホイホイすぎて本格的に自分変わらないとしっかりしないとって思ってます。もうね、あのダメな恋する人は本当自分次第やから、絶対に。でも自分を強く持たないと一生そのまんまになっちゃうし、結局自分がまあいっかって思ってしまってるから、どん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 ダメと分かっていながらもその方向に行くんですよ。まあダイエットと一緒やな。これ食べたら太る、これも食べたら太るって分かってんのに、そこを食べてその時の一瞬の幸せを得るか、それとも長い目で見た時にその長い幸せを取るか、どっちかですね。でもその瞬間瞬間の幸せを幸せと感じて、それでもいいやって思うんだったら別にいいと思うし、人それぞれだと思うから、ダメ男に引っかかる人が全て悪いとは思わないけど、変わりたいってこの方は思ってるんだったら自分を強く持つべきやし、もうダイエットと一緒と思って我慢しようって感じかな。身内からの期待が大きすぎてしんどいです。まあなー、辛いのもわかるけど、でも魅力がなかったり期待される何かがなかったら誰も期待してくれないから、それだけこの人が魅力的ってことよ。それだけ素晴らしい人ってことやから、まあ、無理に答えよう答えようって無理しなくてもいいと思うけど、絶対に悪いことじゃないし、まあでもね、しんどくなる時もあると思うから、そういう時は
こうやって愚痴ってくれても全然いいし、たまにこう息抜きしてまた頑張ればいいし、なんかね言われすぎるとしんどい時ってあるよな。近所のママが不倫していて会うたびのろけを聞かされてしんどいです。うまい対処法ありますか？あのさ、不倫をさ正当化する人っていうのは何なんだろうね。まあでも不倫は良くないと思いますけどねってズバッと言っちゃうか、まあでもママ友ってややこしくするとあれやもんな。逆に旦那さんとののろけを言うかか、まあ私なら、へえいろんな世界があるんですねって聞き流す何を正当化してねと思いますけどね。結婚して早くお金の悩みから解放されたい。わがままだけど、結婚したからといってお金の悩みがなくなるわけじゃないと思う私は。っていうのもなんか周りの友達から話聞いてても、やっぱ結婚したら結婚したなりにやっぱ2人で生活していくわけやし、お互いの給料だって違ったりとかするわけやし、やっぱ今まで実家暮らしやったりとかしたらさ急にお金がかかったりとかするわけやんか。まあわかんない、すんごいお金持つとね割と裕福な人生を歩む方だっているだろうと思うんですけど、でもお金ある人はある人なりに稼ぎ続けないといけないから、それはそれで悩みだとも思うしね。お金はお金でやっぱ人間を変えてしまうから、お金のために結婚するっていうのはなんかちょっと違う気がするな。では最後、彼氏の家に女のお泊まりグッズ見つけた、ただの友達だって、は？それははですね。いや仮にほんまに女友達のやつやったとしても泊まらせんなよって私は思うし泊まらせたのはまあ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 、ほんまに何もなかってほんまにただの友達やってまあ許すとしても、なんか物置いてるっていうのがムカつくかもしれん。物置いてるイコールアピールやんって私やったら思うから許さんな。相手の女の人にもムカつくし、なんかそれを良しとしてる彼氏にめっちゃムカつくかもしれん。それで分かんないっていうやつはさようならっていう感じですね。はい、っていう感じで愚痴とかお悩み相談ありがとうございました。日々ストレスもたくさんあったりしますし、私もストレスあることもありますけど、みんなでこうやって共有していったちょっとなんか笑い話とかなんて楽しかったりするし、まあ久々にちょっとお酒も飲みつつみんなとお話できて楽しかったです。私からもちょっと一個相談いい？最近さ YouTube とかでさ、あのシチュエーション別メイクの企画やってるじゃないですか。すごいたくさんの方見てくれてすごい嬉しいんですけど、で、まあ、1回目は元彼に会いに行く時のメイクとか、推しに会う時のメイクとかなんかいろいろやってんねんけど、なんかそれのなんかシチュエーションを今日の動画のコメント欄でいいから、あの皆さんのリクエストしたいシチュエーションを書いてほしくて、ざっくりしてなくてもよくて、本当にピンポイントとかでも私は全然面白いなと思ったら動画にするので、まあ皆さんが今恋愛とか私生活で悩んでること、こういう気持ちになりたいからこのメイクしたいとか、こういう風に見られたいからこのメイクしたいとか、具体的であれば具体的であるほどメイク考えやすいんで、ちょっとコメント欄に書いてもらえると嬉しいです。YouTube 以外でもちょっと別の企画でこれちょっと使おうと思っててやっていこうかなと思うので、あのよかったら今日のコメント欄に書いてほしい。全然まだネタ切れっていうわけじゃないねんけど、なんかもっと具体的な内容のものがあっても面白いかなっていうふうに思って動画も上げていきたいなって思ってるし、ちょっと一つの企画で使おうと思ってるので、ぜひご協力よろしくお願いします。はい、ということでごちそうさまでした。楽しかったということで、今日の動画が良かったなと思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画もお楽しみに。あかりんことしあかりでした。